ありがとうございます。つよしの気ままライフテレビの、つよしです。今日は、ぬくもりと、癒しの、可愛い洋食店に行きました。食後の美味しいデザートを食べながら、おしゃべりできる洋食屋さんです。ぜひ、最後まで、ご覧ください。また、概要欄に目次があります。飛ばしてみることも、できます。ご利用ください。では、ごゆっくりと、どうぞ。Thank you.
最高のステーキってあの西田ちゃん。Thank you.
お肉は赤身で、非常に柔らかく、甘みもあって、とても美味しかったです。黒毛和牛、100% の手作りハンバーグが、自慢の洋食屋さん。ぬくもりと、癒しの辛い洋食店。おしゃれで、美味しい、デザートを食べながら、くつろげる空間ですね。ふんわりとろける、美味しいハンバーグ。こだわって調理されています。とても美味しいです。洋食の、斜め、さん、おすすめします。ぜひどうぞ、洋食の、斜め、さん、別府本店さんの案内は、概要欄になります。最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。次回もまた、お楽しみに。よろしくお願いします。